ドクター伊藤のデンタルアベニュー。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、ザ・ロフトデンタルスタジオ、本田プラザデンタルクリニックの提供でお送りします。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、今日もリトル東京の本田プラザデンタルクリニックにやってまいりました。お話を伺うのはドクター伊藤こと伊藤浩一先生です。伊藤先生、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。暖かくなってきましたね。もうそうですよね、サマータイムですし。ですね。やっぱりあの仕事終わった時に、はい、もういつももう外真っ暗だったんですけども、やっぱりサマータイムになると仕事終わって外に出た時にまだ明るいんですよね。あ、ちょっと嬉しいですね。ちょっと嬉しいですね。そうですね。さて先生、今日ですね、はい、の私先日ちょっとお会いした方で気になったことがあったんですけれども、歯茎のこの歯の付け根のところ、ちょうど歯茎との境目のところが、はい、ちょっとこう黒く見える方がいらしたんですね、はいはい、過去にも何回かそういう歯の方をちょっと見かけたことがあったので、あの黒いのというのは何かこう原因があるんですか？そうですね、歯茎が黒くなる原因っていうのが3つあるんです、はい、1つは簡単に言うとあの日焼けですね。日焼け日焼けと言いますか、あのメラニン組織っていうのが歯茎の中にもあるんです。メラニン組織っていうのはこう皮膚にあると、はい、日焼けした時にそこがこう黒くなって、シミそばかすの原因になる、ね、はいはい、同じようなメラニン組織というのが歯茎の中にもありまして、そうするとこう黒ずんでしまう。これは歯茎全体がこう黒っぽくなってるんですね、はい、でこういう場合、それから2つ目としては、はい、我々はこれアマルガムタトゥーっていうんですけども、はい、アマルガムっていうこのシルバーフィリングがあります、素材がね。ちょっと以前にお話ししましたね、はい、はい、これはあの水銀が入っているんですけれども、そのアマルガムが歯茎についた時に着色してしまうと真っ黒になっちゃうんですよね、はい、それから3つ目はですね、例えば歯の神経治療をしたりとかして、その後に歯にあのキャップをしますね、クラウンというふうに我々言っていますけれども、はい、このクラウンで日本でメタルボンドと呼ばれているもの、こちらではですね PFM ポーセレンフューズドメタルっていうんですけども、要は金属が土台になってるんですけれども、その上にセラミックと呼ばれる陶材ですね、陶器がこう上に乗っかっている、まあ、見た目はあの白い自分の歯と同じようなものなんですけれども、土台の金属があるために歯茎が痩せてきたりすると、はい、その金属部分がこう透けて見える、露出して見えてしまうために黒くなっていると。ここにちょっとあの写真があの陽子さんの前にあるんですけども、はい、今見てますが、はい、まあ、こういう歯茎の周りが黒い、これはあのなぜこう黒くなるかっていうとですね、金属でもゴールドであればこういうふうに色が変わらないんですけれども、はい、金属の質が落ちてくると銀色をしてるんですね、はい、でこれが酸化したりするとだいぶちょっと黒っぽくなってたりとかして、でそうすると歯茎のところがこう黒いラインがあるように見えてしまうと。そうですね、正常な健康な歯茎がピンク色なのに対してちょっと黒っぽく見えますよね。そうですね、歯茎自体もちょっと黒ずんで、これおそらくあの金属イオンが流れるために起こりうるんだと思うんですけれども、こういう状態になるんですね。でそれで黒くなってると思います。でそういうのを解消するために今のアメリカではいろんな素材が使われています、はい、でうちのオフィスでもこれいくつか使ってるんですけれども、一つはあのジルコニアクラウンって言いまして、はい、金属の代わりにキュービックジルコニアって聞いたことありますか？あ、よくあのジュエリーとかに使ってますよね、はい、まあ、いわゆる、人工ダイヤみたいな、はい、でこういうジルコニアっていうのは実は金属よりも硬いんですね、はい、でその上に従来のようにセラミック、まあ、ポーセレンと呼ばれるものをですね盛り付けて歯を作っていくということになります。で今はその他にはですね、まあ、EMAX というふうに呼ばれているようなもの、 EMAX、はい、はい、これはあの専門的な名前になっちゃいますけども、はい、これはセラミックなんです、はい、でもう実はこのジルコニアクラウンというのはあの比較的新しいものなんですよね、この、まあ、あの10年以内です、はい、ポーセレンジャケットとか呼ばれるそのポーセレンだけで作ってたクラウンみたいなものがですね、もうちょっと昔からあったんですね、もう20年ぐらいになりますかね。それはデメリットはものすごくそのフラジャイルっていうかあのデリケートなんです、はい、あの扱い方をちょっと間違えればパキッと割れちゃうんです。歯に接着されてついてるとしっかりするんですけども、
歯のところに接着するまでの扱いがものすごく難しい。まあ強度的にも問題があったんですけれども、従来メタルボンドとかいうものはですね、このポーセレンというのは東西ですから、粉と水を混ぜ合わせてちょっと粘土状になったようなものを金属の上に乗っけていくわけです、技工士さんがね。それを炉に入れて、まあオーブンですね、オーブンでこう温度を加熱して焼いてやると、この陶器を作る感じですね。そうすると東西ですからお皿みたいなものですよね。そういうもので歯を作っていくというやり方をしてるんですね。最近のその EMAX などというものはですね、セラミックでを圧縮して作ったものすごく強度のあるブロックをですね、コンピュータの旋盤を使って削り出して作っちゃうんです。土台になるものもそれでやりますから、ものすごく歯とのフィットがいいんです。従来のメタルボンドというのは、これも宝石作るのと指輪作ったりするのと一緒です。もともとはワックスパターンを作って、それで鋳型を作るんですね。でその鋳型に溶かした金属を流し込んで作るんですね。そうすると冷えた時に金属って収縮しますから歪みが出ちゃうんです。この切り出しの方法だと歪みが出ないですから、ものすごくこのフィットがいいし、ですから従来の作り方からすると、どんどんそのクラウンの作り方っていうのが変わっていってます。でいいところは金属が入ってないですから、はい、あの歯茎がね、あの先ほど横さんがおっしゃっておられたような、黒くならない、そう黒ずんだりしない。いや、やっぱりじゃあどんどんこういう素材っていうのもいいものに変わってきて、変わってきてます。嬉しいですよね、私たち患者としては。そうですね、私はもういろんな新しいものが興味があって面白いので、であの実はあのまたね、4月に来月ですけども、はい、あのコンベンションがあるんです、大きな。また去年もありましたよね、はい、毎年あるんですけれども、はい、でコンベンション行くと毎回やっぱりいろんなその歯科業者の業界の人たちが来て、あの新しいものができてくる、出てくるんですよね、はい、それいつも楽しみにしていてるんですけど、じゃあ今回もまた行かれたら面白いものをいろいろ見つけて、はい、ぜひ、ね、紹介してください。ま、面白いものがあったらお話をしたいと思います。なんか歯医者さんにとって、じゃあちょっとしたこうアミューズメントパークみたいな感覚ですか？そうですね、私はあの父が歯医者だったんで、はい、もう子供の頃からね、あのこういうコンベンション連れてもらって行ってたんで。あ、そうなんですか。楽しかったですね。なんかその感覚も私たち素人には分からないものがあるような気が。いや、それもじゃ あのお話もまた楽しみにしてますので、はい、じゃあ先生、今日も疑問を解決していただいてありがとうございました。はい、どうも。はい、また次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ドクター伊藤のデンタルアベニュー、本田プラザデンタルクリニック、ザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りしました。